はあ、まったく。皆さん、最後までちゃんと私の話を聞いてほしいものですわ。なーに？話ってもしかしてさっきの全校朝礼のこと？そうです。登下校中の注意事項を伝えていたというのに、よそ見をしたり近くの子と話をしたり、大事な話をしているっていうのに、なぜ真面目に聞いてくださらないのかしら。でもあの調子じゃ真面目に聞くっていうのは難しいかもしれないわね。どういうことですの、マリさん。教えてほしい？私が悪いと言いたいようですわね。ダイヤらしくて可愛いんだけど、わかりにくいのよね。つまり、どういうことですの？マリさんが何を言いたいのかわかりません。オッケー。じゃあまずは朝礼の時のことを思い出してみて。朝礼の時のことをですか？皆さん、理科教科週間です。登下校中目についたゴミは拾い集めるようにいたしましょう。ご自分が通う通学路をきれいにするよう心がけてくださいませ。浦の星女学院の生徒としてふさわしい振る舞いをしてまいりましょう。ダイヤってば怖い顔つきで話すでしょ。もっとスマイルじゃないと聞くみんなも身構えちゃうんじゃないかしら。スマイルなんて言われましても困りますわ。きちんとしていないとこちらの真剣な気持ちも伝わらないのでは。ダイヤの言葉を借りるなら、ブッブーですわね。せっかくの可愛いお顔が台無しよ。いいから怖い顔じゃなくて、はい、スマイル。マリア何を。早いから、ほら練習だよ。ダイヤスマイル。早ってください、マリア。